よーきさまら、サイヤ人の王子ベジータだ。なんとドッカンバトルにゴールデンウィークのダブルドッカンフェスのキャラがとうとう来たらしいな。カカロットと交代する孫悟飯となんとセルらしいな。変身していくセルだな。だから完全体にまでなるといった感じなんだが、まあ今日はその演出をな今から見ていこうと思う。今回先に超激戦が、まあ、あのカカロットとセルが来た時点でもう俺様セル編かと、まあ少しちょっと興奮気味だったんだが、まさか演出がもう今日来てくれると思わなかったからな。早速そいつを見ていこうと思う。行くぞ。の18号と16号が組んでいる。こんなシーンあったか。まあ右パンチな。こんなに一緒に戦う。おお、ヘルズフラッシュ、ディアルデストロイド。え、ディアルデストロイド、そんな技あったか。おお、来た。え、今スーパーサイジン2の、おお、これあれだな、トランクスがやられてちょっとムカついて俺様がセルにやってるとこだな。いや、ちょっと待ってくれ、俺様のがちょっとやばかったな。ちょっともう一回俺様のとこだけ見るか。スーパーサイヤ人になってるの、あの稲妻ビカビカがちょっとかっこよすぎたぞ。うわー、なってる、やっぱりなってる。さあこのトランクスをよくもからのファイナルブリッドアタックっつうのか。いや、だだ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 で終わりか。ドーンってなってるからな。まあ何せこうトランクスがやられてブチ切れてなってるわけだからな。もう一回最初のスーパーサイジン2になるとこだけ見ていいか。やばいやばいやばい、はぁーボーン。片手のな気候波がまたいいんだわ。ファイナルブリッドアタック、この一発一発がまあおそらくビッグバーアタックぐらいの威力あるな。もう少し持たしてほしいし、なんならこう声も入れてほしかったんだがな。次がセルにしとくか。いくぞ。あ、1号からスタートもんな。曲は一緒なんだな。地のな、LR セルと同じ。お、魔漢光殺法か。まあ確かに、いや、太陽系のイメージがあるけどな。あ、LR で使ってるからか。お、吸収されちゃう。お、17号が、徐々に入っていく感じまでリアルにな。大丈夫か？ちょっとなんか変な気分になっちゃうんじゃないか。おっ、これ、え、これはなんだ、なぜ16号が。あ、この時から戦ってたからな。こんな技あったか。これデスボールというか上から放っていく感じな。確か18号は、あ、16号はワンパンで立ちか。ここら辺がもうズタボロになってるイメージなんだ。で、18号が吸収されて完全体になると。あ、ちょっとイケメンになってるな。俺様のおかげになると。おお、これは何だ、貴様にはソリッドハンマー、ハンマーというかこう気候波というか気合砲みたいな感じな。どうなってるんだ。この私のパワーが完全に負けていると。あ、そのシーン、そのシーンか。あ、畜生か。あ、無キンクス状態になってるな。これはまずいぞ。これはあの完全スピードが遅いだけだからな。まるで意味がないぞ。あ、結構効いてるな、多分。終わりか？終わりか。まあ結構演出な、LR の対土地で持ってかれちまってるからな。そういうことか。ちょっともう一回見るか。もう一回、気になるところもあるからな。さあ、まずはピッコロ相手に、まあ、尻尾で攻撃していくのはまあお決まりだ。ついでにこう、な、吸っちゃえばいいんだけどな。で、魔漢光殺法と。これどんぐらい効くんだろうな。で、その後に、17号を吸収していく。で、吸収していくとこはめちゃくちゃリアルと。で、これで、準完全体になったから。これはこの間も来ていたキャラだよな。力でな。で、16号がボコボコに。グラビティボマー。そんな技あったか。でも、この時点でも強いんだが、太陽圏やってから、この18号をな、吸収しに行くんだな。で、完全体になると。で、俺様がやられると。じゃあ、そこのシーンは飛ばされて、なんと、孫悟飯が、
ソリッドハンマーで攻撃されてしまうと。ボーン、強いな。しかもこの後あれだぞ、完全に負けている。ちょっと自爆すると思った。まあ自爆あるもんな、太陽系破壊カメラマンな。そうなるとこのなあ、ムキ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 セル、ムキセルなんだな、あムキセル状態になってパンチ123で終わりか。いやちょっとこの演出とセルは先に言うわ、セルは、うん、まあいらないかな。さあ次がお待ちかねだ、カカロットとソン・ゴハン交代するというのはもう情報収集済みだ。行くぞ、弾けて曲がれ。お、カカロット、お、これ来た、フルパワーのカメラマンか。あれだろ、グッグッグッっていう感じな。もっと力強い瞬間移動のカメラマン。あ、これでここないからな、ここなくなるからな、基本当たったやつ。そういう演出も入れてほしいな。グロいからやめた方がいいな。ん、メッタ、あ、そうか、こういう感じでな。んでおめえの出番だぞ、ご飯と。白くね、顔。ご飯の顔ファンで塗ったみたいな感じ。お父さん戦ってるファンで塗ってたな、こいつ絶対。うわ、かっこいい、かっこいいが、まあ俺様がしよ。あ、なんだこれ、ブロリーみたいな。な、ここが貴様の死に場所だと言わんばかりのな。お、これは魔線香か、ナチュラル魔線香。あ、髪の毛とかもこうプワーってなってたな。え、なんで、いや攻撃されてるやん、なんかあるか、仕返しみたいな。なんか避けるか、避けろ。やっぱり避けたな。え、な、違う、え、なになに、スーパーサイジン2、あっ、小さくとなるか、はめ、はあ、え、ここの演出やばくね。いや、もう宇宙まで飛んでったよ。え、嘘、え、これあれじゃねえか、最終的な、今宇宙ステーションドッキングするんじゃないか。ちょっと、もう一回見た方がいいな、これは。落ち着いて、確か最初瞬間移動カメラだったな。さあ上飛び上がって、あ、そう、地球に撃とうとして、まさかってなった瞬間にな、瞬間移動してボコーンな。このカメハメのここグッていう、こグッて力いっぱいやってる感じがすごいいいんだけどな。で、あんま傷はついてないな、この時も。はぁ、はぁって感じがすごい出てるんだろうな。メーター、ちょっとヨーグってなってるな。すげえ田舎っぺが出てるな。からのファンデご飯に変わると。ファンデーション塗ってるだろこれ。さあご飯、貴様の出番だ。まあピッコロさんは心配していたけどな。まあ十分この時で、まあご飯強いわけだ、スーパーサイジン2にならなくてもな。今までの魔戦校で一番かっこいい、間違いない。あ、からの、あ、来たな、これな、この、これあれだな、多分、被弾系を弾き返す系だな。無効化してるもんな。反撃かもしれんな、だから。無効化なんかな。いや、このカメハメはやばいな。やばいぞ。俺様のファイナルフラッシュぐらいやばいな。飛んでってるもんな。で、宇宙ステーションとドッキングというな。いや、やばいな。え、欲しいな、これは。さすがのベジータ様も、これは欲しいぞ。最後の、最後のだけ、ちょっともう一回見たい。で、木玉を取りますと。まあ、木玉あんま関係ないかもしれない。で、ここで相手の、気弾系必殺技を、完全無効化する。これ何でもいけるんやな、きっとな。気弾系だったら。か、ね、あ、め、ファイナルフラッシュ、もらったな。俺様のファイナルフラッシュに勝てるわけがないだろう。素晴らしい。いや、これは引くしかないな。いや、こんなん出されたら引くしかないよな。いや、だが冷静に考えてほしい。まずゴールデンウィークだろ。で、その後に多分、スーパーヒーロー関連来るだろ。
で七夕が来るだろ、でからの夏の大型ドッカンフェスだろ。いやこれちょっと流石の使いどころが難しいな。ギリギリになるまで何十連引くかを考えさせてもらいたいな。といったところで今日の動画終わりだ。次回のダブルドッカンフェスで会おうな。次回の動画までファイナルシャインやだー。